yanında. この施設からコンビナートに抜けられるはずです。中はどうなってる？わかりません。敵に占拠されていましたので。入ればわかるぞ。
足にしとくか。 スケスクワッチョマンが出てきたぜ。おそらくビップ暗殺用として試作されていたテスト機体クリスタルバイパーだ。ちょっと待って、分析結果が出た。カモフラージュ用の光学メーサーやアーマーは10日変更能力を持った。光学兵器が全て無効よ。ビップ暗殺用か。そいつはまずいな。
何があった？プラズマエネルギーの貯蓄タンクが爆発したわ。ちょっと待って、大変よ。コロニーの外壁に巨大な穴が開いてるわ。なんだと？サム、何か方法はないのか？確かここの地下にシェルターがあったはずだ。中で隔壁も閉められるはずよ。よし、急ぐぞ。ここから先は無重力エリアよ。気をつけて。了解。ここにもやがる。ゴキブリみたいな連中だぜ。敵の操作パネルはどこだ？こちらです。
外の状況は？逃げ遅れた部隊がまだシェルターに向かってるわ。あとどれぐらい待てる？わからない。でも急がないと中の空気が抜けてしまうわ。もういい、早く閉めろ。何言ってるんだ、あんたの部下だろ。だから言ってるんだ、軍人なら最初から死を覚悟している。まだ大丈夫だ、もう少し待ってやれ。ダーパの指図は受けん。と思ってる。今さら失敗は許されん。だからって仲間を見捨てるのか。言ったはずだ、目的のためなら手段は選ばん。それが俺のやり方だ。先に行っててくれ、俺は後から追う。